皆さんこんにちは、渡辺くるぶしです。今回はギレンの刃アクシズの脅威 V ネオジオンシャア編の続きをプレイしていきたいと思います。前回は月面都市ホームブラウンに電撃戦を仕掛けてこれを制圧するところまでお届けをしました。でその後少しプレイの方を進めています。まずサイド2の制圧、さらにサイド5の制圧を行いました。この後はですねサイド6、そしてルナ2へと進行して宇宙での覇権を確実なものにしていきたいと思っています。モビルスーツの開発状況がですねあまり進んでいないというところがありまして、まずはゲルググの改良型リゲルグですね、あとはリクディアスの砲撃戦車、このあたりの開発をしておりますが、まだね、ギラ動画等の逆射の主力量産機の開発にこぎつけていないという状況です。しっかり資金と、ね、資源を確保していきたいと思います。では早速進行を進めていきましょう。ではサイド6に侵入しました。連邦のユニット数16、シャアのネオジオンは31ということで数では上回っていますね。こういう時に確実に数を減らしておきたいので、作戦としてはですね2正面から入っています。まずは画面の下、さらに画面の上、2正面から入っています。で敵の増援が来ているようなので、そうですね、確実に敵を殲滅するために敵のね撤退ルートを遮断する作戦を行って敵を撃滅していきたいというふうに思います。ではユニットですね見ていきましょう。まずは主戦、ノイジーチュール2のシャ、ランク A まで上がってますね。であとはハンマーハンマーに乗っているのがギュデイ、まあ、ここもねだいぶ上がってきてます。あとはキュベレーにはクエスが乗ってます。クエスももうちょっとレベル上がってほしいですね。キュベレーで、主戦級という扱いかなと思います。あとはデルタガンダムにはですねレーズンが乗ってます。これらを主戦として扱っていきたいと思います。では早速時間を進めていきましょう。では本格的な敵との交戦状態に入ります。まずはギュネイのハンマーハンマーで、誰も乗っていないバウンドドッグですね。まあ、ここでバウンドドッグ確実に落としておきましょう。で先ほど冒頭でお話した通りですね、ここで敵の数を確実に減らしておきたいので、殲滅戦に入るために敵の撤退ルート、これを確実にね、防いでいく、妨害していくをやっていきたいと思います。ジェガンがいますね。まあ、ジェガンはやっぱり厄介なので、できるだけジェガンの数は減らしておきたいですね。まあ、シャアであればですねもちろん問題なくノエジール2に乗っているのでジェガンを粉砕できるんですが、他のキャラクターだとですねこのジェガン相手だとかなり苦戦しますので、ジェガンはできるだけエースで撃破していきます。ここにはブライトがいますね。このブライトのラーカイラムもできれば沈めておきたい相手かなと思いますので、しっかり撃破していきたいと思います。さあここはデルタガンダムのレズン、でもライトアーマーができるので、まあ、問題なく撃破できると思います。問題は敵が撤退に入られないように殲滅するというのが冒頭から話している今回の作戦の戦略になりますので、そこをしっかり行うためにはですね足の速い機体で敵の撤退ルート上を陣取る、これですね。おお、早速撤退を始めてるな。足止め部隊と撤退部隊で分かれてますね。さあちょっと足止め部隊も敵はがいてですね、こちらが敵の撤退ルート上に展開ができないまま逃げ始めてますので、ちょっと届かないかもしれないですね。これはちょっと残念な結果になってしまう可能性が出てきてしまいました。なのでまあ、確実に今いる敵部隊はですね味方の損害ゼロで切り抜けて、その上で、まあ殲滅は無理であってもですねできるだけ数を減らす、まあ、これは徹底していきたいと思います。
確実に数を減らす。さあここはブライトとシャア。ブライトはラーカイラムに乗ってますね。このラーカイラム落とせるのかな。ちょっと硬そうですね。射撃でまあ3分の1程度、さらにファンネルで半分ぐらいまで削れますかね。半分強まで削れました。あとは格闘に持ち込んでどれぐらい削れるか。ちょい残しか、もったいないな。うん、ただ敵は撤退せずにシャアに取り付いてる。これであればシャアが足止めしてくれてる間になんとかなるかもしれない。まあシャア自身ももうエネルギー切れという状態ではありますが、これであれば後続の足の遅いモビルスーツ隊が届くかもしれないですね。絶対にブライトは仕留めたい。さらにちょっとでも数を減らす。まあここで数を減らしておくとね、きっといいことがあると信じていきましょう。キュベレーも射撃戦だったら届きそうですね。ハンマーハンマーはちょっと届かないかな。そうですね、ちょっとここまでかな、届きそうだ。舞台は本当にシャアがギリギリ足止めをしてくれたおかげで、数は少ないなりに敵の撤退を妨げる、そういう働きはしてくれたかなと思います。さあクエス、これ敵はボールですね。ボール相手であればこのクエスのキュベレーであれば完全に撃破できるかな。そうですね、この後ビットを飛ばして格闘戦に入る前に撃破ですね。このサラミスカイもビッグディアスが届いたので仕留められるかな。ちょっと射撃戦だけだと火力不足でしたね。ラーカイラム撃沈です。ザンジバルも相当ダメージ食らいましたね。まあ、さすがブライトというところかなと思います。では最後のユニットはクエスで仕留めて、クエスに経験値稼いでもらいたいと思います。 OK ですね。これで予定していた作戦は完遂できたと言えると思います。では予定通りルナ2へと舞台を進めていきます。ではルナ2へと進行をかけていきたいと思います。敵の数はあまり多くはないですね。ただですね、アフリカ上空、ここに連邦の大部隊が地球上から上がってきたようです。これをなんとか撃破しないとですね、どうにもこうにも以上の戦力がない現状を考えると宇宙を蹂躙されてしまうので、なんとかここね、アフリカ上空で敵を食い止めたいと思います。ちょっとこのタイミングだとね、ルナ2に主戦を集めすぎているので、このアフリカ上空に上がってきた連邦の主力、これとどう対峙するかというのが少し心配な点にはなっています。ではまずルナ2の制圧から進めていきましょう。ではちょっとワンパターン化してきてますが、シャアが切り込んでいきます。まあその中でできるだけ数を減らしていくというね、作戦ですね。ここにはザク3がいます。ザク3は強力なモビルスーツなんですけども、いかんせん量産武器ではないので、まあ、このあたりがね、数がちょっと揃えられない理由にはなってくるかなと思います。ここは一気に敵を撃破して回ります。
さあではルナ2の中心部に迫っています。このまま行けばルナ2の制圧は思いのほかスムーズに完了できるかなと思います。問題は先ほどご紹介したアフリカ上空に上がってきている敵の主力ですね。26という大部隊が入ってきているので、まあ、ここをどうしのぐかと。ここですね、ネオジオン21か、ちょっと数が少ないな。まあ、格好撃破しつつどこまで敵を減らせるかですかね。主戦級になるのがこのイリアのバウだけなので、まあちょっと心配は心配かな。できるだけ数を減らしつつ格好撃破ですね、やっぱりね。でパッと見だとですね、やっぱエース、というか、まあ、キャラクターですね、敵のキャラクター乗ってる数も多そうなので、まあなんとかしのいでしのいでしのいで格好撃破格好撃破格好撃破で数を五分にまずすることですかね。ゼータがここにいますね。しかもクリスが乗ってる。邪魔臭いですね、ここはね。まあ、ただゼータはあくまでも一機なので、このゼータにあまり、こう戦力を割きすぎるとですね、ちょっと他がままならなくなるので、まあそうならないようにちょっと注意をしながらという展開になってくるかなと思います。で索敵ができるのがですね、まあ、ガルバルディぐらいしかいないというのもあって、まあ、ちょっとね戦力的にもそして能力的にも厳しい局面にはなってきてますが、ここをしのげば逆に言うとですね、勝機も逆に出てくるかなと思える部分でもありますので、なんとか格好撃破ですね、やっていきます。まあ、ここはもうなんていうのかな、ある程度消耗戦で一機でもいい、残ればいい、まあ、そういう感じで戦っていきましょう。ちょい残しか、ちょい残るね、ちょい残るね、ちょい残りますね。まあ、ここにシャー、あるいはクエス、ギュネイあたりがいればですね、まあ、あるいは、耐えられるかな、なんていう気もちょっとするんですけど。ムサイが落ちた!かー!ゼーターがやられたなー。思ったよりゼーターの足が速かった。ああ、ですかね、迂闊でしたね。いよいよここが落とされるリスクが出てきたので、どう対処するか。場合によっては時間稼ぎということも考えなきゃいけないかもしれませんね。このゼータは落としとかないといけないな。ケーラにチェーンが乗ってるジェガンか。これも一筋縄ではいかなそうだな。どっかで戦局をひっくり返さなきゃいけないんですが、ムサイが落とされてしまって、まあ、さらに劣勢な状況が顕著になってきましたね。ゼータが残るか。あそこでもゼータが残りましたね。ちょっと爪の甘さが目立ってしまっている状況ではあります。ゼータに回復されてしまったら元も子もないんですけどね。ここは何が何でもゼータを落とす、これを最優先にしていきましょう。ゼータを落としました。まあ、一つ目の脅威を取り除いたというだけで、まだまだ敵の脅威は大きいですね。
ちなみに増援が遅れるような体制になっていないというのもあってですね、かなり厳しい状況になってます。はい、では、激戦を繰り広げているここアフリカ上空なんですけども、ここを一旦防衛することに専念をしていきたいと思います。というわけで今回は一旦ここまでにさせていただいて、次回またこの続きをプレイしていきたいと思います。